どうも、白石秀りです。TBS 音楽の日、BMSG、えー、めちゃくちゃね、活躍したということで、私、えー、TVer の方で今から見ていきたいと思っております。もうね、見る前から言いたいことたくさんあるんですけど、とりあえずパフォーマンス見ないと、言いたいことも言えないな、ということで、私は、まず、パフォーマンスをちょっと、めっちゃ楽しみなんで見ていきたい。えー、TVer、まずはね、特設ステージのですね、バイグッバイから、 安住さんからのパスを受けて今 TVer38 分08秒から見ていきたいと思います54321ポツルテン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 おーって言われてる <laughs> はいマイク・ピンスマイク音量ミスしてる ああモニター関係悪いね多分あい難しいところ頑張った何てめらってんのってんねー ワンセップ、ムーア、ワン、エー、アイ、ベー。あ、素晴らしい。夢を越えて会おうよ。バイバイ。可愛い服着てんな、ジュノン。い,い 安定してるねしゅと <laughs> ここは欲しかったっけんだ何だぜうん安定してる ああ、カットね。夢を越えて会おうよ。バイバイ。うわ、ジュノンすごい安定してる。お、レオもいいね。 君を君を歌うよとか難しいんだろうなこういやいや頑張ってますよあの多分ねまあモニターの環境も後半慣れてきたけど最初多分悪かったねであの最初のマイクトラブルねわかるよまあ音響さんでもわかる俺もね音響やってたからあの ほんとね誰が歌うって把握してギュッと上げとって他の人下げといてあの、ハウリングするからね全部オンしてると全部オンして全員のマイクの音量上げてるとハウるのよだから他のやつは下げとかないといけない。レオ」「次は誰?」って用意しとけば歌われ知ってて「レオ」下げて次の歌わりの人上げるとかねで次の歌わりの人また上げるとかで下げるみたいなことをハウスピーー A さん とかまあ、その専属の PA さんだったらやるんだけど、まあ、どう考えてもレオがめちゃくちゃでかかったからあ上げすぎてたっつってあれ単なる上げすぎなんだけど多分うん、うん、PA さんの苦労も分かるからまあ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 ねちょっとねあのボーカル音量がグググ,グってするけどやっぱりねあの生歌で歌う人少ないからやっぱ PA さんも大変よ逆に生歌じゃない方が助かるからねもうあの音源流してりゃいいんだからけどもあのそれがもう ーファースト P あの逆にトラブルがこうあ本当に歌ってんだこの人たちやべえなっていう,いうね瞬間、うん、でまあまあまあ,あの音源流してるその人たちはもうパフォーマンス重視っていうことでそのどっちがいい割ないんだけどもそのああいうマイクトラブルっていうのがもう醍醐味。 あの生で歌ってるっていうのは人の醍醐味。ライブはもう俺アクシデントだと思ってる。アクシデントもライブだと思ってるんで。ええー。いやいやいや、いいっすよ。やっぱ、味が出てていいっすよ。うん。堂々としてるよね。まあ、ベスティさんばっかりじゃない状況でも、まあ、あ、全然ね、大丈夫。もう、堂々としてる。自分たちに確固たる自信を持ってパフォーマンスしてるから、それが気持ちいいっすね。はい。さあ、次見ていきましょう。 ディズニーランドミッキーちゃんとコラボのービュワーアスト見ていきたいと思います。私、東京ディズニーランド一回も行ったことありません。東京にほぼ10年いたのに行ったことない一番の東京ディズニーランド。音楽の日2023パート6を上げております。そこの中の33分51秒のとこ、してます。5秒前。4、3、2、1、ポチリ ベリーミニショーすげえてか夢の国だからねあんな靴で大変だな。 さすがに録音か まあ、調整は相当されてるね <laughs> あ綺麗な映像。 いいね違和感あまんないなハハッビーファー出てるカモンベイビーアメレカすごいねイッサも本当に歌ってるからボンボンってるベイビーアメレカ Come on, baby, America. <laughs> 同い年だからね、イッサ、すごいわ。14分18。Travis Japan と B1st。Just Dance。ディススコアだね。 局的にファンキーあベースがいいまあエキこれねヘッドマイクでボコボコ言っちゃうねじゃ

あ、真ん中じゃん、竜兵。メンディやば。19分48秒。マズル出てます。ブルーノーマズの曲。 サイキックフィーバーっていうものかなマーゼルイや。すごいねこう考えるとブルーノーマズの曲に取り立たちゃった時だった なんかもうトリハーダッツォンクリス・ブラウンおかえり。 ああ、タック、タックイキイキしてるね。ああ、すごいすごい。ああ、二人とも見せたね、生徒もらんもん。とりあえず立ったで。くる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 。ああ、タック真ん中じゃん。頼もしいね。っていうかみんなすごいね。 どのグループもはい28分15秒ブンブンバック g e n e r a t i o n s <noise> s t どこへ行く Come on, f フ o ー me ノイジーいいねテンション感がある。 う夢だとねどうぞ笑ってよ知ってるからしゅんと素晴らしいねあ今出てきてるの見えたわーすごいすごい 描くどんなイラストもデジャブいやいやいやもうメンディ体が出来上がってるシッキングス 僕かららしたらもう先生方よこれもスカイハイさんの出たも一緒だからねこれそうちゃん出てるよ <laughs> ナレーションがもう 大変だもんやっぱ奏者見ちゃうなうわあすごいねグループを代表するねダンサー 真ん中入れよ、そうちゃん手を叩けシェキンあー。あピたたんてん。<laughs> いろいろね、やっぱね、あのー、思うことありますよ。あのー、こういう事務所の垣根を超えた、ね、あのー、コラボレーションが見れるっていうのは、やっぱ。嬉しいし、ええー、本当になんだろう。ビーエムスカイハイさんが、こう、先駆けてやっているダンク。が、俺は左になってると思う、確実に。本当にね、あの。トラビスジャパン、ジャニーズですよね。と、b ーファーストのコラボよ。これ、伝説になるんじゃないです。 その、ダンクショーケースという、うこう、垣根を超える、え、ね、イベントを作った BMSC と、垣根、自分の、自分たちのブランドを保ってきたジャニーズ。ここがね、コラボレーションをするって、本当音楽シーンが劇的にね、凄まじく変わっていってる。それはジャニーズさんはジャニーズさんでいろんなことが今起きている。そしてこう、世界に視野を広げていかないといけない。え、そのタイミングでスカイハイさんが、 事務所の垣根をなくしていい音楽をみんなでこうやっていこうよっていう、このタイミングがすごく合致してる。これはスカイハイさんほんと音楽史に名を刻んだと思いますね。うん。そしてこのも,うもちろん TBS さんも素晴らしいんですが、いや歴史が動いたなと思っております。で、俺あの、料金が出てるから、あの、ハイアンドローあの、俺ビ e a ー e r p i とかクローズ大好きなのね。 でもなんかハイローは俺ちょっとあの水嫌いで見てなかったんだけど見ましたあの料金が出てるやつでねハマっちゃって昨日 3, 3個ぐらい映画見たかなあのちょっとこう男をかっこよく写しすぎたけどあのやっぱ男心をくすぐってかあの映画は女心くすぐるねうんであの逆にあの映画から僕はあの全然エグザイル さんの,あの会社全然知らないからそっちから知って今日見てるからああのあの役の人だみたいな感じで面白かった、うん、だっていっぱいあるじゃんグループが3代目とかあジェネレーションズとかいろいろあるでしょ、ね、だからその映画を通して顔を先に覚えたっていうねちょっと面白かったな両もえげつないあの目がバキバキの、ね、キャラ頑張ってたし俺なんかひいき目かどうか分かんないけどいいとこにポジション取りしてたよねみんな。 BMSG って真ん中に来ることも多かったし、うん、あのー、g ジェネレーションズジェネレーションズとやらせてもらったり、うん、マーゼルもなんかいい位置にいたし、生徒のブレイクダンスやばかったし、ランがやっぱキレキレだったね。えー、ええ海流なんかもうダンスコラボレーションですからね。でも海流抜かれてたからね。うん。嬉しかったね。ダンスコラボよ。うん。 待っとけよと。海流の歌は皆さん待っとけよということですよ。はい。というわけで、えー、音楽の日、見ていきまして、興奮するね。なんかこう、なんだろう。胸を張って BMSC 好きだよってこう言えるな。俺は。うん。ロックの人間ですよ。僕、ロックのバンドの人間ですけど、俺は BMSC を押してんだよね。ダンスグループ多いけど、俺 BMSC 押してんだね。ってこう、言いたくなるような。うん。 ただ、思ったのは、どのグループもレベル高えってこと。日本のダンスシーン、ダンスボーカルグループシーンって、レベル高えんだなって思いましたねし。知らぬ間に。もう6回はいたから。まあ、それはもうもしかしたら、ね、えー、ズーから始まって、こう、脈ャと、ーダンプアンプもあり、ね、えー、アクターズスクールがあり、スピードとかね。 アムロさんとかあってからの流れで EXILE がガーンと言ってダンスが広まってみたいなこんだけ増えてるんだねいやあ、そして K-POP の台頭があって K-POP がガーンってってね、本当に増えてるんですねその中で BMSG こう、またね、味の違った角度でグーンといってるから突き進んでほしいなと思います はい。えー、他のダンスグループのレベ,レベルが高いというのを知って、なおさら BMSG のダンスグループを押してるっていう、ダンスボーカルグループを押してるっていう,う、こう、なんていう胸を張れる気持ちになった、そんな感想でございます。というわけで、白石秀則で,です。バイバイ。